安中とは、日本のテレビリポーター、アナウンサーである、和歌山県出身。東洋大学短期大学部に進学し、同時に、学校法人東っぱなし学園の放送アナウンス科で学ぶ。2002年に東っぱなし、学園を修了し、シーホルダに所属する、テレビリポーターとして、テレビ埼玉の情報番組、情報昼、ビン、情報午後便のレポーターとなった。 また、テレビ神奈川のレースレポートで、公営経理のレポーターを1年間担当した。2003年からは、TBK のファイト、川崎フロンターレマンスリーのレポーターとなった。同番組は2005年4月に毎週放送へと変更されて、ファイト、川崎フロンターレと解題したが、安中はそのままレポーターを務めた。安中は、 同年12月の収録を最後に4シーズンに及ぶファイトのレポーターを降板し2006年にはシーホルダとの契約も終了した2007年4月からは TBK の目指せイリンキングに2代目司会として出演し同番組が終了した2009年3月まで2年間続けたまた2009年3月8日に開催された日本 選手権競輪の決勝戦では、全国31局のラジオ局で中継された実況放送のレポーターを務めた。情報昼ンと情報保護便では毎週木曜、金曜担当のレポーターとなり、埼玉県内を中心とする各地からのレポートを担当した。ファイト。では、サッカー J リーグ2部の川崎フロンターレを継続的に取材した。 同チームは2005年には一部に復帰し、番組名の変更や放送頻度の増加が行われた。同時に同チーム OB の浦上創志がメインキャスターとなり、安中は事実上のアシスタントとして浦上とコンビを組んだ。目指せ。競輪キングではスタジオでの司会役のほか、全国各地の競輪場でのレポーターや場内イベントの司会などを務めた。 2009年11月28日に開催された J1 第33節の川崎フロンターレ対アルビレックス新潟戦では夫や友人と一緒にとどろき陸上競技場を訪れたところを J リーグの公式ファンサイトである j a y s ゴールに紹介され川崎に対しての応援コメントを残した。ありがとうございます。